はい、こんにちは。佐大臣三長です。源氏物語の現代語訳を作っています。第13巻、明石まで終わりました。明石の巻は、光源氏が明石の入道の導きで、妻から明石に移り、明石の君と運命的な出会いをする。それから、都の情勢が変わって、光源氏が都に呼び戻されるまでが描かれます。明石の巻は訳してて辛かったですね。くどいですから、 直前の須磨の巻は文章が美しく、優雅で、テンポがいい。ですので、訳していてとても楽しかったんですけれども、明石の巻はくどかった。あと、四段前の葵の巻も、文章がくどくてつらかったです。どこに違いがあるのかというと、メインとなる登場人物の性格ですね。六条の見やすところがメインとなる葵の巻。次の坂木などは。 くど,くど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 見やすどころが悩みまくるのでうわーと暗黒宇宙に引きずり込まれるような感があり話が暗く重く深刻になりますただでさえ読みづらい「源氏物語」の文章がさらに読みづらくなります一方「菅の牧」は光源氏がメインで話が進むのでさっぱりした清涼感すら漂いますこう 源氏の性格は一本すっと筋が通ってるじゃないですか光源氏という人物についてよく誤解があっていや女をとっか引っかいして女たらしだ全くハレンチでけしからんしかし私はこの見方は違うと思っていますそれは明石から三段前の榊の巻に右大臣家というのが光源氏の政治上の敵で光源氏をひどく嫌っていて なんとか失脚させようと画策しているんですけれどもあろうことか源氏はその右大臣家の娘であるオボロスキヨの君といい関係になってお楽しみ中のところにオボロスキヨの父君である右大臣が入り込んできてああなんたることがけしからんと修羅場になるこれがもとで光源氏は失脚して妻に下ることになるわけですが この時、光源氏は少しもひるまず、寝床に体を横たえたまま、扇をゆったりとこう、顔にかざしつつ、そちらこそなんだたとえお絵であろうと、男女が物の哀あわれを交わし合っている寝屋のうちに、ずかずかと上がり込むとは何事かあまりに風流をあきまえぬ、不遂なことではないかと、まあ、そういうセリフは本文中にはないんですけれども、光源氏の堂々たる態度の裏には、 そういううい考えがあると思うんですよで私はこの場面がものすごく好きで「あ一本筋が通ってるな」「少年が座ってるなと」とここで私もねもう「光源氏すごいなと」と実感したんですよ。単なる浮気者とは一線も隠する人の情というものを特に女性と通わせる情というものを「物の哀れ」を命がけで貫き人生の根本主題に置いている。 セッと一本筋が通った立派な男だと思いますよ、光源氏。男から見ても光源氏は素晴らしい。ただ、そんな光源氏をメインに据えた妻の巻は、サクサクテンポよく話が進むし、文章も優雅で、妻の巻は源氏物語中の白美と言われています。ところが、妻から明石に移って、明石の君という女性が出てくると、もうこの明石の君がまた六条の見やすどころとは違う方向性において、 くくくくくくくどどどどどどど悩むこんな身分の低い私なんか光の君にふさわしくないわこれほど不幸に沈んでいるのもすべて私の前世からの運命のつたなさから出ていることで全部私が悪いのだからでもあのお方に心惹かれるのを抑えられないでもくど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 自分を卑下しまくるので 鬱陶しいよお前ガスンと行けと言いたくなりますね私はこういう人物は苦手です私は光源氏や塔の中将や紫の上といった自己肯定感が強くて爽やかで行動力のある人物が好きですその方が話もサクサクとテンポよく進みますからねただ赤紫の巻で素晴らしいと思うのは私は赤紫の君はあまり好きではないですが赤紫の君の父君の 明石の入道このじいさんは頑固で偏屈者で娘が望み通り都の貴公子と結婚できないのであれば私が死んだ後お前は海に身を投げてしまえとか常々言っているほどの一徹者ですがそれでいて奥さんに怒られると処下帰ってしまうこんなことになったのはあなたみたいな偏屈者についてきたからです残念なことです と怒られていじけてしまって、シュンと部屋の隅で縮こまってしまう。で、奥さんはじめ、そのお屋敷にお仕えしている次女たちが、本当にあの方は偏屈で困ったものね、なんて言い合っている。で、明石の入道は出家していますので、仏弟子がいます。その仏弟子からもうとんじられて、家に居場所がなくなって、夜、ぶらぶらと庭を歩いていると、 やり水の中にぼちゃんと落ちて腰を痛めて怪我をしてしまうといった可愛らしいところが見えて私は明石の君はくど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 鬱陶しくて苦手ですけれどもお父さんの明石の入道の偏屈な中にも可愛らしさの漂う人柄は好きです旅ごろも裏悲しさに明かしかね草の枕は夢も結ばず本日も佐大臣三長がお話しいたしましたありがとうございます ありがとうございました